お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今年初、この今年初じゃないですか、多分。あ、そっか。はい、もう2024年4月に入った、はい。そうですね、もう春が訪れてますね。ね、はい、うん。あっという間ですけど。はい。SNS ではちょっと前に、はい、お知らせというか、まあそうですね、告知をさせて報告しましたけど、はい、僕が、今年から始めた、はい、ロックポップスメタルアコースティックのレーベルジールで、はい、ちょっとお手伝いというかそうです、アニメテッドサガ、はい、背中を押す係みたいな感じで、はい、背中を押していただいてますやらせてもらうことになったんですけど、はい、ちょっとそこの話を、はい、なんかこう説明できたらなと思ってて、マッフィーとここでね、はい、練習することが多いんよね。基本俺のアコースティックの練習の時で、まあ、大体3時間ぐらい時間取ってて、はい、まあ、その中で2時間半あるかないかぐらい練習しつつも、休憩の時大体アンディミテッドサガの話になるんだそうですね毎回最近どうとか、いつも気にしていただいてたんで、そのなんかこうどんな感じなんて言ってて俺がアコースティック今で1年半ぐらいか、さ、去年一昨年ぐらいからマーフィーとここで、はい、なんか多分そういう話をしてて、はい、バンドがものすごくいいっていうのは昔から、はい、ありがとうございます、思ってたけど、こうなんて言ったらもっとこう活動になんか、うん、感じですよね、うん、なんかこうもっといろいろできることあるんじゃないのみたいな、なんか話をしていくうちに、はい、じゃあもう俺が背中を押す係になろうかみたいななんかそんな言い方やった。そうですね、俺がそのロックレベルで、ロックレベルっていうかそのロックのジャンルで何の実績もないから、そのマネージメントとかプロデューサーもはっきり言ってその説得力がないというかできひんけど、なんかこういうことをやりたいっていうのをこうちょっとこう手伝う分に関してはまあ全然、そうですね、むしろやりたいなぐらいのアドバイスをいただくというか、はい、なんか話聞いてたら、なんかこういうことをやろうと思ってるんですけど、てんてんてんみたいなのがなんか多かったような気がしたよね。そうですね。どうぶっちゃけ、そんな風に俺は、いや、まあ、そう感じてて、僕たち結構やっぱりいろんなバンドを経て、うん、で今こうアンリミテッドサガをやってるわけですけど、うん、なんかそう臆病になってる部分があるんですよね、その活動に関して。人気者になりたいとか売れたいっていう気持ちはもちろんみんなあるとは思うんですけど、うんうん、それ以上にこうバンドを長く続けたい、確かにそういう気持ちの方が強くて、確かにやっぱり活動を大きくしていこうとしたら、うん、博打じゃないですけど、うん、ちょっとリスクを負っていかないといけないです、確かに。だからそこにちょっと臆病さを感じてたんですよね、僕たち自身。やっぱり自分たちだけでは、うん、そのなかなか前に進めないっていう部分が正直あったと思う。それは、はい、臆病って言い方俺初めて今聞いたけど、はい、ちょっと躊躇して前に進みづらかったのか、こうしようぜってそのなんていうの、指揮を取るやつがいいひんか、もしくはバンドでそういうふうにこう意欲的に動けへんかったか。ですね、まず臆病になっているのはまあ僕自身の話であって、他のメンバーはちょっとそこは分かんないんですけど、まあでも臆病はマフィアと、でも実際にそうやってリーダーシップを取っていく動きっていうのはなかなかみんな取れなかったんで、そこはどっちもあるとは思いますね。でもそのはい、ウンドゥールにしても、まあ、前のバンドね、ウンドゥールにしてもロマンシングサガにしても、もうバリバリのバンドやったよ。ツアーからリリースから、ね、はい、ものすごいそういう経験は、はい、臆病は分かるよ、はい、そのリーダーシップとか進める話で言うと、はい、めちゃくちゃ経験者が2人おるわけや。そうですね、
なんだミッチーかってサポートやけど、はい、ものすごい経験者や、はい、ヨッシーだけ俺ちょっと、はい、過去のバンドのあれは知らんけど、やっぱりちょっとこう躊躇した。いや、なんでしょうね、年齢とかですから、ね、まあまあまあ、その知ってるだけにこの先行こうとしたらこういうリスクがあるっていうのはどんどん分かるじゃないですか、過去の経験から。金銭的な話とかね、そういう話ですね。やっぱり 僕自身はそこにやっぱり怖さを感じてたんで、でもメンバーみんながいや頑張ろうよっていう空気で行くんやったら全然ついていく、ついていこうっていう気持ちはあったんですけど、でもだから多分お互いみんな言い出せないような遠慮し合ってたみたいな感じではあったと思います。一番大事なんて、はい、続くことやと思うねんか、はい、まあ、売れることもそれは大事やけど、はい、続くことが大事やと思うねんか、はい、無理したことで続かんくなるっていうのが一番避けたいことやと思うねんか、はい、アンリミテッドサガで今、3人とで1人サポート、はい、この4人で稼働できる日数とかも含めて、はい、なんかいろんなことを含めて、はい、この4人やったらどういうことができるかなっていうのが大事なんちゃうかなって思うね、はい、からスケジュールを増やすことが大事とかじゃなくて、はい、こんぐらいしかスケジュールを決められてへん、できひんって決められてる中で、はい、いかに面白いことをするのがかなり大事なんじゃないのかなみたいな、はい、俺が背中を押すとこってその、ね、多分年がら年中押すことは はい、ないと思うねんけど、なんかこう動きを取るたんびに背中を押すことと提案かなご提案ですか、ね、背中を押、あ、提案をして背中を押すか。そうですね。あ、そうか、そうか。あのね、はい、ちょっとプレゼントを用意したんです。はい、何でしょうか。あの、今度の初めてやる主催の。わこれはポスターじゃないですか。はい、ちょっとまあ、ポスターというか、まあ、A3 サイズのミニポスターですけど。はいはい、1枚だけクロックハンズに貼って、はい、あとはまあ、なんか、はい、うん、なんか、使ってもらえたらなって。そうですね、もう行きつけの居酒屋とかに貼ってもらいます多分、はい、お客さんこれがどっかにあって、はい、あ、こんなライブがあるんや、あ、見に行ってみようって、そんなやつなかなかいい日やんか。あ、そうです、ね、そんなピュアなやつなかなかいい日やんか、ね、どっちかというとスタジオとかいっぱい貼って、はい、あ、こういうバンドおるんやって思って誘ってもらえるような、はいはい、このバンド誘ってみようかみたいな、もう横のつながり用で、はい、なんか宣伝できたの。なるほど、うん、そうですね、懇意にしていただいてるスタジオとかで、そう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 、はい、まあもちろんどこに貼ってもええねんけど、はい、そんな、はい、アンディミテッツさんが、はい、初の主催イベントが、初主催です。これマフィーさん、じゃあちょっと、はい、宣伝というか、はい、5月31日、心斎橋のパンヘッドグループにてアンリミテッドサガ初の主催イベント、エンブレムテイクワン、心斎橋構想編というタイトルの、イベントを催します。俺 このタイトル来た時に、はい、ものすごい考えよったなと思った。めっちゃくちゃいいなって思った。あの、元ネタって分かります？もちろんです、もちろんです。こういう漫画があるんですよ。うん、分かる。なんて言った？エンブレムテイク2っていう漫画があるんですけど、うんうん、ヤクザの漫画なんですよ。あれ、ごめん、俺完全に勘違いした。あ、そうなんや。そうです、そうです、そうです、はいはい。そっからちょっと引用したと、ちょっと拝借して、うん、チンピラなんで我々でね。ちょっと俺聞きたかったんけど、はい、このブッキングしたバンドさん、ちょっと軽く紹介できたりする？わかる？
あ、もちろん。キツネビはもうめちゃくちゃ明るい。そうですね。これどんなバンドさんですか？キツネビはもう、なんていうんですか、もうゴリゴリのメタルというか、うん、骨太な、本当に。かっこいいよね。かっこいいバンド。3ピースね。で、半袖セミナーさん。半袖セミナーさんもよく対バンさせていただいているんですけど、うん、すごく面白いバンドで、うん、なんていうんですかね、ライブ以外の部分でも、ライブ以外というか、まあ、ライブ曲以外の部分でもすごい楽しませてくれるバンドさんですね。で、ジャンクドックス、はいはい、このバンドも前にね、対バンしたことがあって、すごくもう若そうよね。そうそう、若手のすごいもう、うん、めちゃくちゃかっこいいバンドで、はい、3バンドともじゃあ結構もう対バンやったり交流のある。そうですね、今回はい誘わせていただいたんですけども、心よく、はい、出演を OK していただいて、これが今チゲットで、はい、はい、チケットをチゲットっていうサイトで受付中で、はい、今4月の頭があと1ヶ月半ちょっとぐらいか、はい、ね、そうですね、ぜひ。あと各バンドさんアーティスト予約もあるので、チゲットでチケットを予約するか、はい、まあ、バンドさんで予約するか、はい、ですよ、ね、そうですね、はい、はい、ぜひぜひ、はい、5月31日来ていただきたいです。よろしくお願いします。だいぶ気合入ってるんでよろしくという感じで、はい、で、はい、この5月31日に、はい、うまくいけばさらにまたねお知らせがあるというか、はい、お楽しみというか、はい、まあ、次の展開というか、はいはいはい、ございますので、ぜひ遊びに来て、はい、遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。あとですね、4月の、20日と21日にその僕の新しいレベルジールで、はい、まず一発目の、イベントブラストロックフェスティバルっていうのを、はい、2days で審査がショベルでやります。初日に、はい、僕が出るのとアンリミテッドサガも、はい、出ます。出させていただきます、はい、ぜひまた、よろしくお願いします。あと今月の末、4月27日に、はい、僕のアコースティックソロライブ、はい、独書独奏独演やったかなで、まあ一人で今度ワンマンやろうというコンセプトなんですけど、一応その練習で今日マフィー来てもらってますはい、なので、はい、そちらもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。